プロ野球12球団1番2番打撃成績。1、2番の大事さがよくわかる。1番2番って1番打席多く回ってくる上にクリーンアップの前にいるんだから出塁率高い選手を置かないとな。阪神打率 0.287、 出塁率0.369。阪神すご、そら阪神強いわ。阪神4冠王じゃねえか。阪神めっちゃ強いな。1番近本のおかげか。広島打率 0.255、 出塁率0.310。広島3連覇の田中菊池とかも良かったもんな。巨人打率 0.276、 出塁率0.332。巨人もまあまあやん。巨人ファンやけどチーム方針でめちゃくちゃ早打ちなのがね。横浜打率 0.224、 出塁率0.280。横浜って関根とか桑原とか佐野とか出塁率高そうなイメージあるけど。1、2番になると打たなくなる。みんなどうやって点取ってるんや。ヤクルト打率 0.237、 出塁率0.299。ヤクルト塩見も山崎も消えてボロボロな山田と謎の若手で何度かしてて痛々しい。ヤクルト横浜は明確に頑固な4番固定の影響を受けてるな。点取ることより4番ブランドってそんな大事なんだろうか。中日打率 0.267、 出塁率0.305。中日やるやん。オリックス打率 0.226、 出塁率0.293。オリックスやる気ないのか。オリックスよくこれで勝ててるな。意外とオリックスが低い。オリマジカ適任がおらんとかそんなんなんやろか。1、2番が226のチームが独走するリーグ。オリがこれでも勝ちまくってるのを見ると上位打線って大して重要じゃないんやな。オリ勝ってるのにひどいな。オリックスマジでなんで勝ってんだよ。オリックスは完全にピッチャーで勝ててるのがわかるな。オリックスは本来もっと点取れる。A クラスどこも高いな。オリックスと中日が異質すぎる。ロッテ打率 0.269、 出塁率0.347。ロッテだれやこれ。ロッテは勝ちだぞ。セイバーに従ってるの阪神とロッテだけだな。1番2番に低出塁を置いてるのはやばい。阪神は平均的に高いからあれだけど、ロッテは意図的だと思う。やっぱり1番メジャーしてる。ロッテは池田とか藤岡弘大が好調期だった頃の数字でも任してそう。なおロッテは3番に座ってる2億5000万のあれのおかげで4番ポランコがソロホームランを量産している模様。打線はそこまでなのにロッテが点取れてる理由、ここに全てが詰まってるよな。ソフトバンク打率 0.265、 出塁率0.327。ソフトバンクは成績見ると割といいし、後ろに柳田近藤いるのに勝てないのか。なんでソフトバンクはこれで勝てないんや。12番は優秀さ、4番は近藤柳田で OPS12。 スカパリーブロッテ以外ひどいな。かろうじてマシなのソフトバンクくらい。楽天打率 0.227、 出塁率0.299。1、2番が出塁率3割切ってる球団は真面目に得点源がやばそう。西武打率 0.232、 出塁率0.275。西武は1、2番に奥打者間違ってない。奥打者がいないんやと中軸は1、2番に置くしかなくなる。西武は外崎と源太をそのまま1、2番に置けばええやん。西武は最低限外崎クラスを1番に置きたいな。4番は本塁打を狙える強打者やし、いけるやろ。日ハム打率 0.223、 出塁率0.279。ハム点々としすぎててわかんねえわ。1番打席に立ったの誰や。ハムは松本剛、3-2-2-1-2番入ること多かったのにひどいな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。